オンワード柏山が展開するファッションブランドフィールドドリーム。ウッド調のナチュラルな内装の広い店舗では家族で買い物が楽しめるようにレディース、メンズ、キッズの商品が並べられています。店内では子どもと大人が一緒に楽しめるおもちゃの体験やリメイクイベントなどのユニークなアプローチを展開しています。そしてもちろん公式オンラインストアやスマートフォンアプリなども充実しています。12月8日からフィールドドリームスペシャルホリデークリスマスシーズンを彩る光と音のキャンペーンを開催。今回はこのキャンペーンについてイオンモール幕張新都心店からご紹介いたします。川瀬さん、今年のフィールドドリームの12月8日から始まったキャンペーンはクリスマスシーズンを彩る光と音のキャンペーンということで、前回は音楽についてのお話をお伺いしました。では光と音の光とは一体どういう意味なんでしょうか。はい、前回は皆さんにこの季節ぴったりの音楽をご紹介しましたが、今回はこの季節ぴったりの光をご紹介します。この季節にぴったりの光ということはやはりこちらですか。はい、こちらアートキャンドルです。素敵ですね。とってもカラフルですし、優しい色合いや複雑なグラデーションもあっていろんな表情があるんですね。確かにこの季節ぴったりです。そうですね、こちらはキャンドルアーティストの大森健一さんの作品です。実は今回こちらの大森先生の作品をフィールドドリームで販売させていただくこととなりました。大森先生ご自身からアートキャンドルの魅力についてお聞きしましたので、こちらをご覧ください。はじめまして、キャンドルアーティストの大森健一です。アートキャンドルの魅力なんですけども、作り手によって同じキャンドルを作るにしろ流し方であったりとか制作方法、流す温度なんかも全然違くて、僕が一番その魅力を感じている部分はオリジナル、自分だけのオリジナルの技法をうちの教室から発信するっていうのがすごくやりがいを感じています。例えば一般的にこれはできないとかって言われてた技法なんかをできるようにしたりとか、あとはその灯す魅力ですかね。やっぱり実際灯してたくさんのキャンドルを見てもらうっていうところに一番のやりがいを感じてます。最近では日本だけでなく世界各国からキャンドル制作にお客様が来られています。年齢、性別を問わず様々なお客様に楽しんでいただけることがフィールドドリームさんにぴったりだと思いました。こんな独自の技法にもこだわっていて、繊細なグラデーションの作品も作っているんですね。いや、とっても綺麗ですよね。もちろん大森先生の作品も素敵なんですが、親しみやすくて笑顔が素敵な大森先生自身もとっても魅力的な方でしたよね。そうですよね。実はとっても魅力的な大森先生にアートキャンドル作りを教えていただける体験教室をフィールドドリームで開催するんです。大森先生に直接教えてもらえるワークショップ、楽しみですね。はい、12月23日のキャンドルワークショップについて次回さらに詳しくご紹介します。お楽しみに。